先生、明日は何の日か知ってる？よかった、ちゃんと覚えててくれた。いや、ほら先生って案外抜けてるところはあるじゃん。だから、愛理の誕生日忘れてたらどうしようって。あの子の悲しそうな顔見たくないし。あ、そうだ、プレゼントは？ミルフィーユの正統派パフェ？いや、それはダメじゃん。え、だってそれいつもアイリに送ってるやつと変わらないじゃん。ダメ、絶対ダメ。先生、今から買いに行くよ。私が一緒に選んであげるから急いで。でも最後は先生が選ぶんだよ。先生、あともう一仕事。